はい、どうも皆さんこんばんは。今回はですね、ボンネットが開くようになったこちらの M8 ですね。で、ちょっとリクエストがありまして、2件リクエストがありまして、ボンネットを開けたまま走ることができるのかということとですね、フロントを大破させてボンネットを開けるとエンジンルームはどうなってるのかというのをですね、検証していきたいと思います。で、まあ、ちょっとこのボンネットの内側なんですけども、車の色が反映されると思うので、だから例えばですね、車の色を、まあ、こういう風にピンク色にしますよね。で、まあ、例えばこう全体的に色をですねつけると OK、 はい、まあこのようにすると、今車の色はピンクです。多分これでボンネット開けると内側ピンクやと思うんですけど、まあいろいろ見ていきます。はい、ということでですね、ではボンネット開けてみたいと思います。ガチャ、あれ白やなこれ。はい、ではちょっとまあこういう感じで貼り直したんですけど、これで開ければ、あ、なるほど、ピンク、ここピンクになってますね。まあどっかでボンネットの色が変わる場所があると思われますね。どっかで変わりそう。ガチャ、あ、まだピンクですね。まだピンクや。どこなんやろな、フロントかな。さあどうだ、えい、あ、変わってない、あれどこなんやろ。ゴー、あ、変わった、横ですね、横の色で変わるみたいですね。横の色か、横のどこら辺なんですかね。ここや、今こんなことになってます。表はピンク、裏は青と、今ですね左のドア貼ってるんですけども、まあ、もうちょっと部分的に、特定していきたいと思います。あ、っていうことはこれあれかな、左前ですかね。はい、ちょっとなんか浮いておりますが、浮いてますが、ここら辺じゃないでしょうか。あー、ついてない。ということは後ろか。あー、ついてない。あれ難しいな、下側かな。あ、ついたついた。あ、ということは下半分ですね、下半分のどこかで色がつくというような感じなので、だからまあここまでやってしまえば、色付き裏側ボンネット内側できます。はい、できました、できました。まあ、ちょっとですね、あの横の、バイナルが、まあ、上に貼ったので隠れましたけども、このような感じでですね、こういう色を変えたのを作ることができます。まあ、これは、まあ、左側、まあ、右側でもいけるんかもしれないんですけども、このですね、下の方、この下の方が、このボンネットの内側の色となるので、まあ、その部分にですね、バイナルを貼ってから、また上からそのこのボディに合わせて色を隠せばいいということになっております。まあ全体的でですねやってもらって、でそこからまああの車作りしてもらうとかしてもらえば、こうやって色が違う、ボンネットをですね作ることができますね。はい、ではまずですね、この状態で乗って運転ができるのかというところですね。さあどうなるのか。あ、なるほど、乗った瞬間に閉まるというわけですね。ね、そういうことになっております。はい、
ではですね、ちょっとまあこれも馬力も最大まで上げたので、もうちょっと適当にぶつかりまくってですね、どんどんぐちゃぐちゃしていきましょうか。ちょっと待てよ、これぐちゃぐちゃになりますね。はい、ぐちゃぐちゃになります。まあ木とかに当てていきましょう。木とか、おお、よし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 、オッケー、オッケー、いいよいいよ、はい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 、あいにいに、あ、これちょっと待て、嘘あーでもちょっと待てよ、これあんまり、あ、でもボンネットもへこんでますよね。もうちょっと激しく損傷していただきたい。さあ、もうこれぐらいが限界ですかね結構でも結構潰れましたね。はい、では悪の子やってみましょう。いきます、ガチャ、うおお、あ、すごいマジかマジかですね、ボンネットすごいぐにゃぐにゃになっております。内側もですね、ぐにゃぐにゃになっております。そしてエンジンルームもしっかり、ぐちゃぐちゃになってますね。あ、すごい、ちょっとこれ予想してなかったな。いや、僕はですね、僕の予想ではボンネットはまあぐちゃぐちゃになるとしても、このなんかエンジンルームは綺麗なまま残ったりするんかなとか思ってたんですけど、しっかりですね、エンジンルームもぐちゃぐちゃになってますね。あ、これはすごいな、ちょっと予想を反した、結果でした。まあ、もっとですね、当て方をうまくすれば、まあ、エンジンのもう中心の部分というかとかも、もっとこうダメージを与えたりとかもできるかもしれないんですけども、まあ基本的にはこのフロントぶつけるということがまあメインになってくるので、ちょっとまあこれ以上は難しいかなという感じなんですけども、まあ、ちょっと内側からも見てみましょうか。はい、あ、まあ、ちょっとまあ分かりにくいかな、内側からはちょっと分かりにくいですね。まあそういうことで今回の現象いかがだったでしょうか。まあ、ちょっと今回ですね、3つのこと見ましたけども、ボンネットの内側だけ色を変えるという技はですね、実にまあ使える、内容ではあるのかなと思うので、もしまあそういうことをですね、ちょっとやってみたいと思っている方がいましたら、ぜひ試してみてください。どうもご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。